久しぶりの事務所だ。どうも日産ディーラーです。デレステ6周年おめでとうございます。今回は無料充電期間に合わせてガチャを引いていこうと思います。意思は計算してませんが多分足りるでしょう。正直に言いますがこのピックの中に推しはいません。なぜ引くかって、それはもうヤンデレの女王マユさんがいるからですよ。知らない方に説明すると、今年はヤンデレキャラの引きが異常です。なので最初の10連で来るでしょう。はい、20連目から PC 版で引いています。最初マウスが動かなかったので焦りましたが、ゲームのコントローラーを外せば治るとのことでした。引きませる。やっぱ無料はダメか。まあ全然引いてないので新規はたくさん出るでしょうね。うん、まるで新規アカウント。そしてこの時初めて気づきました。フェスじゃないやんけ。そう、デレステは水着限定もフェスなし開催だったことを忘れてました。今年からノワールガンダムも追加されて、もう訳がわからないよ。だがもう訳には引けない。ラスボス来ましたね。初めて新規がない。アーニャはめっちゃ出てますけど、これでピックアップが仕事してる感じで少し腹が立つな。ピンキーですよね。アナスタシア60連ぶりの虹。キュートヤンデレ四天王の今日子さんありがとうございます。これはマユさんが近くにいるということですね。わかります。おっきい。待って、くるみちゃんこれで13歳なの？やばすぎなんだが。まだちょっぴり冷たいですね。いや、冷たくないよ。君が来てくれて胸熱ですよ。はい。怖い怖い。その時はまた放課後に集まって3人で海に行きましょうね。3人？約束です。俺はおめえの席へねえから。せよ。まあ3パーだし、これからっしょ。来た。ああ、初めての刺繍。はい、確率を上げていくと、誰なんです。はい、で、浮上。ゆりゆりさんありがとうございます。なえてるやん。元気がねえのか。牧野さん、ボイスリストおめでとうございます。最近弾いていましたが好きなアイドルなのでよし。せよ。これアーニャさん星カンスト行くのでは。せよ。せよ。おかしいな、もう後半なのにヤンデレの方が来ない。もしや3枚くらい同時に。せよ。せよ。せよ。嘘、昇格きた。ああ、ちゃんとそこにいるんですね。クリザーブルのニーゲラ、今回は成果で炊きたての香り届けたいんだ。相葉さんありがとうございます。この方はアキさんの親戚なので、もちろんヤンデレですね。はい、わかります。手作りのミニブーケだよ。ライブで贈ろうと思って。歌は大切だけど、お花に込めて届けたい思いもたく
それファンが絶対ドライフラワーにするやん。ホンダリーダーさんも来てもいいやで。伸びしろですね。せよせよ、奇襲の安心感エグい。まゆさんじゃなくてまなべさん、ありがとうございます。ダンスガチ勢が揃ってましたね。せよ、せよ、毎日の無料10連がマジで何も出ない。せよ、下振れはまだ許せるけど SSR のピックアップが全く仕事してないのはさすがにヤバい。3人いるのに。ここで巻き返しあるか。レナさん、ありがとうございます。今回初の巨乳へ知恵知アイドルが来ましたね。そして未だに SSR サナエさん持ってないのが悲しい。92か、俺のリーチボーモリンシャン解放だぜ。よかった、まだ年上だった。超えたら変な気持ちになるやつ。大丈夫かな。せよ、せよ、嫌だ嫌だ、俺は負け。ふざけんなよ、大概せよ、マジでこのゲームは。はい、下振れと SSR ビッグゼロで見事バッシュでした。初デレステ天井でした。タイヤリでした。ケチ娘と比べると、まだ100倍マシなので、よかったです。あーにゃめっちゃ出ましたし、さて、天井、交換誰にするか？え、ほう、ジョウも交換できるやんけ。じゃあ、サナエさんにするわ。という風に保管に従いたいところなんですが、せっかくの限定なので、今回は一回も触れていない、ハーちゃんにします。尊いな。これで姉妹揃いました。ありがとうございます。まさかおっぱい星人の私がロリキャラを天井で選ぶとは自分でもびっくりです。でもクール取り勝ち丸さんが好きなので全然ありです。そして皆さんが一番気になっているであろうアーニャちゃんですが、なんとちょうど15。アンビリーバボー、嬉しいですね。 SSR 持ってないので。宇宙広いです。私ももっと大きく歩く。セックスのおっぱいのことですね。何？おいおい、何してんだ。みんなパターになってしまうのでは。森久保、ありがとうございます。でも、ここは、まゆか、ハーが来る流れだろうが。ぐるぐる、早すぎ。でも、皆さんと一緒は、楽しい。うや、やべ、これ以上ぐるぐるすると、やばい、やけ雲ですけど。そうか、やけくそになって、聞いたからやけくぼが頑張って出てきたんだな。ありがとう。新しい歌、新しい共鳴。はい、母ちゃん撮ったのになんで贈り物じゃないんだよってね。それはこの衣装ですよ。見てください、この蛍光色。私はロボット大好きマンなので、なぜかコメットルシファーを思い出しました。です。あんなクソアニメと比べるなって。待ってくださいよ、あれはハッシーさんも出てるんですから。もう少しオブラートに。
あ、今めっちゃ光ってましたね。これはスターゲイザーもびっくりだぜ。マユ好き。あ、そうか、今回マユさんが出てこなかったのはもともとマユさんが好きだからですか。いや、録画しているからちょっと照れてしまったようですね。あ、そんな深くか。船船がチャンスを。あ、そんな深くか。マユさんを選ばなかったからこれからヤバいですね。ジンベレさん行こう。あ、それスイッチで調整できますよ。あ、この切り替え、ええな。足のやつはオマチュール・リュミエールですね。そういえばリカチ・マルさんのガンプラ作ってましたよね。ギュフがいつ見ても天才のあれで俺の興奮がトランザムするぜ。そう、その時目覚めたんだ。うわ、この演出よ。ミリ下もやっていたので、これはダブルパンチ。カメラ最高かよ。カーニャちゃんとマユさん合ってませんか。コストリーナとナツキチでも色はアスタリスクという照明で手が触れています。あーあー、ここここ、この後ろ姿かっこよすぎんだろう。ああ、インコ静かいだ。大人になったらね、俺が最高の喜びを教えてあげ。これはマジンですわ。ハンドマックスでお願いします。音ハメパート、目線アップ、いいぞこれ。っていうか横の炎大丈夫かな。同心で落ちないか心配なんだが。うんうん、ちゃんと聞こえるよ。ほらお前らで、よし来たぞ。脇をターゲットロックオンするんだ。はい、サイリウムのストレッチか犬です。あた棒よ、完璧とかつまらないから。おっと、ここは胸がでかいアイドルを配慮して手が胸に届いてないんだな。君たちが俺の世界だ。あら、君もプライドがあるんだよ。だから胸のことはいじるなんだそうです。そうだよ、大きさなんて関係ない。おっぱいがあれば世界は救われるんだ。すごいな、こんなにカメラ動いても映像が見られない。生まれました。くるっと回って最高のライブ。どうしたお前ら、最高すぎて昇天したのか。実況は変態 P でした。ご視聴ありがとうございました。どこでも楽しいよね。楽しい、最高。